どうもおてこ TV の朝日でございます。本日もよろしくお願いいたします。おてこ TV のおてことは長野県の一部の、方言でございまして、助手とかお手伝いとかそういった意味合いがございまして、おてこになってよって言われるんですよ。お手伝いねだられるときに、朝日おてこになってよって、そういう意味合いでございますね。なので、アクアリウムのお手伝いができればと、そういう番組になっておりますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。そして本日はね、ちょっとこちらの2つの水槽なんですけど、ちょっと少しこの2つの水槽はそのレイアウトとか見た目的で少し悩んでいて、暗いんですよ。こっちの水槽なんかね、水槽ここにあるのに見えてんの、こっから下見えてないでしょ。上しか見えてないの。理由はわかりますね。この上にこんなんでっかいのがあるからね。シダ植物ですよ。シダ植物がこの夏に凄まじくでかくなって、やばいんですよ。でそれが結局隣の水槽までかかっているから、隣の水槽も暗いと、でライトもね、こういう感じで上からね吊り下げるタイプのやつなんで、なんていうんですかね、スポットライトなんですよね。だから余計その暗いのかなと思ってるんですけど、このでもねスポットライトは結構好きで、この景色に合うからいいんですけど、暗すぎるなみたいな感じでございます。で当然このねシダ植物もすごいじゃないですか。すごいんですけど、そのねここのライン、ここのラインも、私の動画を見ていただいている方でこの水槽がどういう水槽か知ってる人ならあれなんですけど、この青いラインがね今までの水草じゃないんですよ。これ分かりますか？全部リシアに変わってます。朝日さん、今までそこモスだったよねっていう人も結局、前から見ていただいてると思うんですけど、もう全部リシアになりました。ちょっと寄ってみますね。リシアがね、二酸化炭素は入れてないんですけどね、めっちゃ光合成してます。光合成してる。で水をねさっきちょっとだけ入れたんですよ。ここまで水だったんですけど、このラインでリシアがへこんでるでしょ。で1センチぐらい水入れたら、その上に、エビたちが来て、水面に出てたところがあれなのかな、有機物か何かがいっぱいあるのか分かんないですけど、一気に上に駆け上がり、みんなでつまつましてるという、まるで草原の上を、草原の上の、草原の上の、お昼寝してるような感じになってますね。そのうまい例えが思い浮かばなかったですけどでそんな感じで、これがね結局せり出しちゃったから、下までね光がいかなくなっちゃったと、そういうのもあります。でまさかリシアがここまで育つとも思わなかったし、どうするかなって感じですね。でいつかはこの水槽をリセットする日が来るんですけど、一応この水槽はもう1年ねずっと水替えしないっていうのを達成してるので、今後いつまで続くかっていうのをやりたいんですよね。だからレイアウトはちょっと実は二の次な感じだったからあんまり手つけてなかったんですけど、いやさすがにこれじゃいかんじゃろと。一見いいんですけど、さすがにやりすぎだろうみたいな、そんな感じになってきて、で生態も元気なんでいいんですけど、どうするかな。で変えて水質悪くなるのもねちょっと本末転倒ですしね。いやでもこの暗いのじゃもうテラリウムみたいになっちゃって、最初全然狙ってなかったんですよ。でもテラリウムですもんね。んでこっちはこっちでちょっとわかるかな、上すさまじい勢いで浮き草が浮いてて、でこれはち
ちゃいあの浮き草なんですよね、一番厄介なやつ、うん、これが気づいたらこんなに増えてた。あのもう田んぼみたいになってます。田んぼによくね浮き草浮くじゃないですか。あんな感じ、あんな感じになってますね。いやだから浮き草問題とこのシダ問題とあとリシア問題でなんか全体的に暗い水槽になりました、うん。まあ、さっきも言いましたけどこうね引いてみる分には引いてみる分にはなんかそれなりに見えちゃうからまあ言っちゃいいんだけれどなんか暗いなーっていう感じですね、うん。いや おかげで、はい、あのカージナルテトラがまた綺麗に見えるとかね、あのちょっと暗がりでキラキラしてるのがやっぱカージナルテトラのね、魅力的なポイントなんで、まあそれはそれなんですけど、うん、まあちょっといろいろ悩みどころが多い水槽でございますね、はい。ちなみに今6時回りましたもう今日ちょっと忙しくて、あ今日ね T シャツで、はい、発送させていただきましたんでステッカーはまだなんですけどね、はい、本当にぐったぐたですけど、はい、なんとかやっています。チャンネル登録まだの方、ぐだぐだの時もあるそういうおてこ TV、いかがでしたでしょうか。チャンネル登録まだの方チャンネル登録お願いいたします。あと今回の動画良ければグッドボタン、もうダラダラしすぎだよと、はい、朝日どうなってんだと、はい、まあ、しっかりしろっていう方はバトボタン、はい、あとコメント、まあ、ゆるい感じのコメント待ってます、はい、ということでお送りしましたのは私朝日でございました。明日はちゃんとやります。